いた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 、多分これじゃない？あれ違うかな、だだだだだだ、おい、あーちょ、もうさっき立ってたのに。伊達さん大丈夫？すまねえ、はるかが。いや、分かってる。おい、こいつデカだぞ。そうだ、間違いねえ。俺はな、昔こいつにパクられたんだ。伊達さんに、ちょ、やめて。もう十分だろ。まだだ。100回殺しても足らねえ。腕足は引っかんでる。一発殴んねえと気が済まねえ。やるか。そうだ、バラしまった方がいい。やるか。何言っても無駄か。ああ、無駄だ。おお。あんたの話聞く義理やねえ。おお。キリュウさん怒っちゃいますよ。なんだよ、どうする気だ。キリュウさん怒っちゃいますよ。あ、ダメ、無所行っちゃう。そんなにこの人やりてえなら俺を倒してからにしろ。伊達さん守りながらの戦いにならないかな。どっか行ってくれてる？どこ行った伊達さん。サイの河原の住人、伊達さんどこ行ったんだ。今は物とか持って、あ、伊達さんはちょっと避難してる。どん、やん、よいっしょいっしょ。極東局やりたかったな。やりましたと。あ、弱かったな、さっきの人と比べて。呆れた強さだな。あ、わざわざ来てくれたの。サイの花や。ありがとう。久しぶりですね、伊達さん。元経営キリュウ、例の子さらった車はバッティングセンターに止まった。 ありがとう。安心しろ、この情報量はつけにしといてやる。ありがとう。ヤクザ嫌いだけど、キリュウさんはなんか違うと思ってくれたんだ。あいつは元警官だ。警察の情報を横流ししてたのを俺が告発したんだ。誰に横流ししてたの？そのあとは知らねえが、こんなとこで会うとはな。キリュウ、警察じゃ。遥かさらったのは真島組の奴らだ。真島の兄貴？いや、絶対何か。よりによって守るためじゃない？いや、あの人多分そんなひどいことしないよ。いや、わかんないけど、あんなネタキャラしてくれる人は悪いことしないよ。伊達さんはセレナで待ってる。バッティングセンターで一緒にこうやってやっだが、それじゃやってるわけないか。こんな血だらけにされてるし。真島組を相手にするのは厳しい。うん、そうだね。それよりもレーナが心配だ。あ、確かに。一人にしないでやってくれ。それはレーナの精神的な話。分かった、気をつけろ。レーナはでも別にトム、あのトムじゃない、水木さんともユミさんとも関係ないから、なんか話してるな。だから一体どうしたんだ。さっきから言ってるでしょ、なんか車から出てきた男たちが女の子触って行っちゃったんだって。何を言ってるんだ、そんな情報入ってないぞ。今の、今だからでしょ。何を言ってるんだこいつこそ。だから今してんじゃない、何を信用してないの。まあ、ここはそういう街だからね、そういうこともあるでしょう。こういう終わった警官が多いから、本当に助けてくれる人たちとかに情報を横流ししてたのかなっていうのが今見えたのかもしれないね。今はヤクザとかに喧嘩売られないかな。なんか妙にざわついてない？ああ、なんかおっかない連中ばっかり歩いてるよな。なんかあったのか。こういう時はあんまり動かない方が良さそうだな。いつも絡まれますからね、ここ歩いてると。変な人たちばっかりに。知ってる？こっちの方は静かだぜ、ヤクザ。あ、そうなの？あ、ってことは別の道で行けばうるさい人たちがいる。今日は真島組の連中が多いな。え、真島組、私、いやでもあれなのか、真島組の上はあの島野太さんなんだよね、確か。で、島野さんは桐生さんやるために全力な気がしてるからな。私は真島の兄貴と遥ちゃんが一緒にバッティングセンターで遊んでくれること祈るんだけど、そんなことないか。あ、どうやって入るんだろう、バッティングセンター。こっちか、これか。入る、はるか。え、意外と静か。もうここで鉢合わせるかと思いきや、どこにいるんだ。え、普通に遊んでない、やっぱりこの感じ。ここでひどいことできないでしょ、人の目もあるし。
でもだとしたら伊達さん撃ったのひどすぎるからな。え、誰もいないの？え、いる？真島さん野球のユニフォーム着てるんじゃない？兄貴、起きた。あれ、はるかちゃんは久しぶりやの。わあ、久しぶりでもない。キリちゃん久しぶりでもない。ばあちゃん、嬉しゅうてたまらん。あれ、やっぱひどい人なの。道島の竜と直接やり合える。本物の命張った喧嘩ができる。真面目なタン来ちゃったの。キリちゃんならわかるやろ。ねえねえ、弾当たりそう、弾当たりそう、弾当たっちゃう。バカなの。痛い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 。受けなきゃ。もう一回来ちゃうよ、もう一回来ちゃうよ。笑いどころやないか。痛い。笑いや、これボケ。あ、笑いどこなの今の。笑わない人がやられるんだ。あの顔返せ。やめてよ。別にええで。なんで？そこのドア入ったとこにおる。その前に俺とやり合いでしょ。言うたやろ、キリュウちゃん。わしゃお前と勝負できりゃそれでいいんじゃ。本気で言ってるのか。本気も本気。え、おおマジや。本当にキリュウちゃんと戦うためにもうこれ以上はるか焦らすなや。キリュウちゃん、伊達さんもして。うわ、ドスだ。サイリウムドス、サイリウムドス。サイリウムにしか見えないよ。頑張れ。よいしょ、よいしょ。やばいやばい、うまいうまい、避けんのうまい。つかめない、つかめない。真島の兄貴、マジで真島の兄貴つかめない。いや全然曲もいけない。いやめっちゃ HP ゲージあるな。曲来た。よし、真島の兄貴曲だ。ドン、やったー。なんかある、なんかある。いや、バットはありがたい。待って、これ壊し屋だ、壊し屋で。いや待って、きれいに。よし来た、やったー。あ、綺麗な瞳。痛い。うわ、脳みそできちゃう。極み。ついでにもう一回踏んどきたかった。やばいやばい、これ回復しとこうね、早めに。死んじゃうから。はい、数減らした方がいいかな。な、やば。うわ待って、うわ、こんな急に知らないで来たらびっくりしちゃう。いやー、まだ来る。あ、よく避けたな。まだ来る。うまっ。極極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 極、やりたい。掴まないといけないんだ。掴む掴む。あ、極来てたよ。キャプ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 、掴む、極み、やった。よし、いいぞいいぞ。めっちゃ HP ゲージあるけどな、めっちゃ HP ゲージあるけどな。よいしょ、掴む、極み。よし、何回目の極みだ。いけ、よいしょよいしょよいしょ、極む極む。あ、でも最後のゲージまで来てる。いっけー、ストライク。うわ、痛そう痛そう痛そう。あ、待って、なんかもうモードが痛い痛い痛い。リーチ長いよ、リーチ長いよ。痛ーい。起きた起きた起きた。勘潰されちゃう。回復しとこう回復しとこう。よいしょ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 。倒した倒した倒した。真島さんのそのバット壊れないんでしょ。いいなぁ。ちょっと待って、めっちゃ暗い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 。待って待って。で、壊し屋に帰って間に合ってほしいな。極みいけない。あ、ダメだった。いや待って待って待って、これハマるとやばいね。痛い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 。待って待って、回復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 。え、待って、死んだかも。回復ボタン間に合わなかった。はめられるとやばいね。ここまで来てか、つら。
くで。キルちゃん。キルちゃん。タラちゃん。コントローラーがバグってるから勝手に難易度上がってる可能性はあるな。なんかずっとね左を押し込む状態になってるんだよね。やった？え、なんかやったわ。え、なんかそんなに HP 減ってた？金属バットめっちゃ強かったのかな。やっぱりごついぜお前は。いや死んだよ2回ぐらい。キルちゃん、いやまだまだ行くぜ。勝負はついた。うん、遥を返せ。お茶目なのはいいけど、伊達さん撃ったりとかしないでほしい。死ねやキル。あれ、え、おしこさん、あ、おやじ、なんで、キルちゃんはな俺の獲物やこの自分以外が殺すの許…こいつをやるのはわしだけなんだ。狂ってる狂ってる。マジム、病院病院。え、死んだよ。おい、救急車だ、早くしろや。え、これで助からないでしょ。え、キリュウさん、キリュウさんじゃない、マジムさん。おじさん見ちゃった。はるか、いろんなこと起こりすぎて感情がついていかない。怖かったよ。遅くなったな。え、だ、大丈夫なの？まあ、伊達さんは多分大丈夫だとして、真島何気大丈夫だったの？すまなかったな、はるか。お前のことを守ってやれなかった。怖かったろ。うん、縛られて真っ暗な部屋に。自分でほどいたの。じゃでも外が急にうるさくなって、そしたら、うん、知らないおじさんが来て逃げなって。知らないおじさん？誰だ？誰だ、キリ？いや。あ、俺を言ったら、シンジじゃない？ペンダントは持ってるかって。何のことだ？これ。え、お母さん。ユミお姉ちゃんが。もしかしてお父さん？この子の。この子のお父さんの可能性ある。お母さんは？なんでお母さんに会えないの？ごめんね。いやだよ。お母さんに会いたい。ユミお姉ちゃん、お願い。お母さんに会わせて。ねえ、お願い。ねえ、はるかちゃん。ん？今日はこれを持ってきたの。はる。お母さんが持ってたペンダント。お母さんの。ユミさんの声だね。そう。はるかちゃんにって預かってきたんだ。だからもう少し待ってあげて。なんでなんだろうな、ね、危ない人に追われてるからなのかな、うん、大事なお守りだから、これ持ってること知らない人に話しちゃダメよ。喋り方が大人になってる。はるかちゃんだけのお守りだから。あ、開くやつじゃないの？そのペンダントを知らないおじさんは欲しがったのか。うん、大事に持ってなさいって。これには100億の価値があるんだよって。え、見せてみろ。え、そんな中に100億は入ってないもんね。鍵付きか。無理やりこじ開けるってな。ダメよ。言ってみただけだ。はるか、そのおじさん、顔は覚えてるか？真っ暗だったから全然。でもその人、キリュウのおじさんにペンダントのこと伝えてくれって。俺の名前を？うん。何者なんだ、一体？さあな。一つだけ確かなのは、俺たちはいつの間にか事件の中心に置かれていたってことだ。確かにそうだね。ええ、でもさ、100億だったらそんな大事なものかもしれないけど、そんな危ないものはるかちゃんに持たせないよね。え、本来堂島組の世良会長が隠してたその100億が奪われたっていうものに該当するものだったら、そんな危険なものをはるかちゃんに持たせることはないと思ってて、どうなんだろうね。危ないけどお守りではるかちゃんに持たせた。100億を盗んだのは錦山さんか、錦山さんが協力した上で関西の近江連合が取ったのかなって私は思ってるんだけど、それがペンダントになってはるかちゃんの手元にあるっていうのが全然わかんないな。はい、まあ、今日はキリがいいから続きは
また今度進めていきたいと思います。あ、でムービー始まっちゃった。ええ、これ悪くなった方。あれ待てこら。あ、悪くなってないな多分これ。まだまともそう。おやおや、誰かと思えば組長じゃねえか。てめえ、柏木さんが世話してる組がケツ持ってる店にみかじめ取りに行ったっての本当か。ああ、うん、柏木さんは風間の若頭だよね。文句ねえだろ。ふざけんな。なんでそんなことした。おいおい、そんなことも説明しねえとわからねえのか。でも仲悪くなんない、そんなことしたら。ウゴの竹の子みてえに次から次へとビルが建ってた時代はとっくに終わってんだ。うん、これからは限られた島を力で奪ってたもんが勝つんだよ。筋ってもんがあんだろうが。あ、そうだよね、そうだよね。筋ね。柏木の頭が文句言ってきたら組長うまいこと言っといてくださいよ。てめえ、3000万どうしても用意してって言ったのはお前だろうが、うん、俺のやり方が気に食わねえって言うならお前のやり方で今すぐにでも直径に上がってみろや。まだこの時直径じゃないってことなんだっけ。今直径なんだよね。もう何もできねえくせに偉そうな口聞くんじゃねえぞ。誰にも仲間がいないんだね。まあ、風間の。バカ野郎。え？ああ、柏木さんじゃん。てめえ、恩を後で返す気か。はい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 。すいません、本当にすいません。この詫びは縁故でも連れて。いらねえよ。どうなるの。てめえの子分すらろくにしつけられねえグズの指が一体何の役に立つって言うんだ。指すらいらない。すいません。すいません、すいません、すいません。いや、かわいそう。すいません、すいません。で、3000万いるって言えないのかな。ダメなのか。そういうのが通用する世界じゃないのか。たく、風間の親父の耳に入る前でよかったぜ。あ、優しいじゃん。こんな情けねえ話で親父を失望させたくねえからな。どうするの。今回だけは不問にしといてやる。あ、よかったじゃん。次はねえからな。いくら取れたんだろう。でもそこからありがとうございます、ありがとうございます。この時はまだ道は踏み外してない。気流ならこんなことには。ああ、やめたいって。まあとにかくしっかりやってくれ。全部キリュウさんと比べられるんだ。追い詰められちゃったんだろうな。父と子、これは組の中での父と子ってことなのかな。物騒すぎ。100億でしょこれ。どうする。怖いよ、持っとくのだけでも。癒されるか。君、名前なんてつけてもらったんだい。もうこの時間で名前くらいついただろう。あ、ポチ太郎になってる。ポチ太郎。あれ、前回もポチ太郎だったっけ名前。寝たのか。疲れたよね、怖いのも見たし。ドラマになっちゃうよあんな。目の前で腹刺されて。今日はね、なんか操作してないと勝手に左に歩いていっちゃうというコントローラーの不具合もあるので、ここら辺で終わりにしたいと思います。では次は父と子進めていきましょう。動いちゃう。ではありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。はい、では続くからやっていきたいと思います。前回ははるかちゃんが持っていたネックレスに100億の価値があるということが分かったりとか、まじまさんにはるかちゃんが連れさらわれたりとか、いろんなストーリーが進展していったんですけど、今回はちょっともうちょっと頑張ってサブクエをいろいろとやっていきたいなと思ってます。一旦レイナさんに話しかけておきましょうか。
はるかちゃん疲れてたみたいね。ぐっすり眠っちゃって。うん、キルちゃん今日はどうするの？情報収集って言ってるね。何か新しい手がかりを探さないとな。町に出てみるか。水木さんを探さなきゃいけないのか。大丈夫、今はキリュウちゃんすぐ変なことに巻き込まれちゃうから。そうね、巻き込まれ体質ですね。はるかちゃんは寝てると。じゃあ今日はサイドストーリーめっちゃ楽しいから、出かけてサイドストーリーいっぱいやっていきたいと思いますね。なんかね、サイドストーリーがどこにあるか分かるアイテムとかもあるらしい。あれ誰？私、河原の門でモグサって言います。モグサ、今花屋さんのところで働かせてもらってます。花屋さんってことはあの人か。ちょいとボスのところに顔出してやってもらえませんかね。はいはい。どうもボスの身内にトラブルらしいんです。ここのとこずっと機嫌悪くて。でも私らには何も話してくれねえんです。たった一回しか会ってないのに信頼されてる。大昔に別れたのがね。その息子ってのがこの町の不良でして、向こうはボスの顔さえ知らねえんですが。ボスは知ってるんだ。わかった。それがメインストーリーになるのかな。いろいろとやっていきたいんだけど、なんかね、なんだっけ、ボブ宇都宮さんがいるところに行くとCP を交換してもらえるんだよね。ボスは桐生さんのファンですから。え、あ、そうなの？会ってさえくれりゃ機嫌も少しは治ると思いますんで。桐生さんのファンをヤクザ嫌いって言ってたのに。河原のモニタールームにこもってますから。わかりました、お願いしますよ。モニタールームってそんな簡単に行けていいものじゃないよね。行けるのかな。ちょっと CP を交換したりとかしたいですね。ボブ宇都宮、いたいたいた。なんかボブ宇都宮さんからアイテムが交換できて、このトラブルファインダーっていうのを装備したら困っている人の位置が分かるらしいって書いてるので、これ装備しようかなと思います。なんかご褒美アイテムって言っていろいろもらえるんだよね。ロッカーキーウォッチャー、あー、そうなんだ。結局私このロッカーキー開ける場所がどこなのかも分かんないんだけどね。じゃあこれつけたら、あれ？わかるってことかと思ったんだけど、わからなくない？あれ？装備されてるよね？あれ？あ、あるあるある、やったー！いっぱいサイドクエストをやっていきたい。並行していろいろやっていこうかな。これは？あ、いじめられてる。慌てているチンピラ。おい、殺しちゃった？やべえって、やりすぎちまったか。しょうがねえ、つらかるぞ。え、無視見ちゃったよ私。うおっと、おい何やってんだ、早く行くぞ。あ、捕まえた方がいい。なんだあいつら、生きてる？その人、おい大丈夫かあんた。え、脈し死んでいる。まだ何も確認してないじゃん。さっきの二人は行きずり強盗ってことか。ひどく殴られてやがる。財布も取られているようだ。あ、どうする？あんま長いことここにいたらキルさん疑われる。こいつの携帯に着信だ。え、出ちゃう。なんか龍が如くってこういうちょっと危ないアクションしたらどうなるのか気になっちゃう。定時連絡だ。とりあえずその裏路地から出ろ。それじゃあまた連絡する。何？おいちょっと待て、質問は受け付けないと言ったはずだ。お、なんだ、事件に巻き込まれていく。巻き込まれるというか自分から首突っ込んでるけど。裏路地から出たらどうなるんだ。あ、まただ。あれ、キルさん見られてるな。あ、GPS を持ち出してきちゃったの。まあいい、とにかくこの電話の持ち主が殺されたってことを知らせてやらねえと。ミレニアムタワーの東側にバーがある。この間マスターが殺された店だ。そのバーの前に女が立っている。そいつからロッカーの鍵を受け取る。またこいつか。おい、俺はこの携帯を拾っただけだって伝えちゃおうか。
ちょっと待て、俺はこの携帯を拾っただけだ。ふざけている暇はない。では行動を開始しろ。見られてるってことなのかな。出た瞬間電話かかってきたし、クソ、また切られちまった。ミレニアムタワーの近くにあるバーの前で女からロッカーの鍵を受け取れ。一体どういうことだ。本当にな。ミレニアムタワーはこっち側か、反対だ。バッカスはこのびっくりマークかな。あ、いた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 、女の人。この人からコインロッカーの鍵をもらう。綺麗めな人だな。あの女が電話の野郎が言っていた女か。なんか後ろのおじさんに絡まれてるが。綺麗、何か用かしら。あんたから鍵を受け取るように言われたんだが。合言葉は、え、知らない。何合言葉だと。そんなもん聞いてねえぞ。冗談よ、もっとリラックスして。なんだよ、前あったもんな合言葉。こんなことでビビってたら殺しなんかできないわよ。殺し、いちいち繰り返さないの。さ、これが鍵よ。太平通りのコインロッカー。へえ、確かに鍵は渡したわよ。それじゃあね。ちょっと待て、あんたは一体何者なんだ。私はある男からあなたに銃を渡す間違った、鍵を渡すように言われただけ。他には何も知らないわ。この鍵でロッカーを開けてみれば何かわかるかもしれない。わあ、私でもね、コインロッカーがどこにあるかわかんないけど、これなのかな。コインロッカーがいまいちどこにあるかわかんないけど、このびっくりマークがこの太平通りにあるってことはここにあるのかな。ついでにわかるといいな。あ、あったー、これだー。あ、しかもここにも鍵落ちてる。誰一人鍵持ってる人いないのではってぐらい鍵落ちてるんだけど、ここ。え、で、めちゃくちゃ鍵持ってるよ。え、全部開けちゃう。中世の銀貨、身代わりの石、なんだ、呪いの人形だ。ドス、さらし、紳士傘、ゴールドスラッパー、スラッパー、スタンガン、無の宝石、金属バット、メリケンサック、リペアキット、プレイヤーコマ、ん、偏り者のタバコ、メタルジャケット、幸運花札、中世の絵画、踏ん張り石。おしまいかな、もう大丈夫そう。ドスだと。あイベントのアイテムはドスだったのね。んで、絶対見られてるよ、このタイミングでかかってくるの。ロッカーのブツは手に入れたか。このドスはある組の下っ端が持ってたドスだ。今度の仕事にはそいつを使ってもらう。仕事ってなんだ。しらばっくれって感じだけど。ふっ、お前に殺し以外の仕事を頼んだことはないだろう。標的の居所がつかめ次第また連絡する。殺し屋だったってこと？あの見た目で？何やらヤバそうな話になってきたな。わけわかんない罪をいっぱいかぶりそう。キリュウさんが殺しの依頼クエストはここら辺かな。え、昨日新しいマシン買ったの、すごくかっこいいんだよ。え、あ、これ別のクエストっぽいな。ん、マシン。タケちゃんポケサー好きだね。そんなに面白いの。そりゃそうだよ。ちょっとレース会場行ってみない。変な格好した実況のお兄さんとかもいて楽しいよ。てか、こんな街にこんな少年二人、危なくない？ここから遠いの？そんなに遠くないよ。七福通り、七福通りの西にあるんだ。なるほど、ポケさんの話をしていたのか。しかし変な格好のお兄さんって、俺もちょっと行ってみるか。真島さんなのではって思っちゃうとこあるな。あ、サブクエはこれかな？殺し屋って、いや、関係ないな、この人。あれ、いや、ん、殺しの人どこだろうな。え、あ、かかってきた。お、またあいつから電話か。ヒットマン、待たせたな。標的の居場所が分かった。今どこにいる？劇場前だ。ふふ、ついてるな。標的もちょうど劇場にいる。グレーのスーツ、身長185センチ。ヤクザっぽい男だ。俺のことだな、それは。キリュウさんのスーツって白？今ちょうど間抜け面して携帯で話してやがる。ん？
それってもしかして、ロッカーに入れておいたドスを使え、仕事が終わったらバッティングセンターで落ち合おう。ちょっと待て、そいつの名前って、ああ、標的の名前は桐生一馬だ。錦山さん関係かな。まあ、恨みいっぱい買ってそうだけど、しくじるなよ。俺は先にバッティングセンターへ向かう。じゃあな。連動してると思われそうだけどな。どういうことだ。俺を殺せだと。よくわからねえが、真相を知るためにはバッティングセンターへ行くのが手っ取り早そうだ。そうだな。バッティングセンターどこだっけ。どっかの組の人だろうな、多分。誰だろう。真島さんじゃないこと以外わからない。この人。いらっしゃいませ。いらっしゃい。うちはスコアに応じて景品を贈与してるんだよ。どんな景品があるか。いや、どうでもいい。ごめん、その話じゃない。あ、そう。いいもの揃ってるからぜひ遊んでってよ。どれだ？あ、お前は桐生一馬。バカな。なんで生きてやがる。拾った携帯に電話がかかってきた。俺を長ドスで殺せとな。お前が長ドスで殺されるんだ。くそ、何がどうなってんだ。仕方ね、今この場でやってやら、捕まるぞ。謎の男。わあ、いっぱい投げられるものあるといいけど、ベンチとか投げれる？投げれる。いた、最悪だわ。こっちで青ベンチ。いたー、強い。この人、あ、殺し屋なんだ、だから強いのか。あとちょいなんだけどな、極みでやりたかったな。あ、やった、よし。あ、四角、あの四角押すタイミング急に出てくるからむずいね。やったぞ。誰の差し金、ね、錦山さんかな。化け物かてめえは。詳しく聞かせてもらおうか。誰の差し金だ。そんなの言えるわけ。お、この目の前にいて。ここで死にたくなきゃ言うしかねえぞ。わかった。でも錦山さんだったらメインストーリーかな。俺も詳しいことは知らねえんだが、依頼主は登場界の上の人間だ。名前は名乗らなかったが、大幹部の一人らしい。ってことは島野さんかな、錦山さんかな。あんたにだって奴らに狙われる心当たりがあるんだろ。錦山かなと思うけど、一つだけ教えてくれ。俺の携帯はどこで手に入れたんだ。話聞かなかったんだからな。行きずりの強盗に殺された男が持っていた。運の悪い男だったようだな。そうか。まあ俺も似たようなもんさ。この世界でしくじったらもう終わりだ。依頼人が俺の口封じにかかるのも時間の問題さ。殺されちゃうね。こいつを持ってけ。え、鬼子母神のお守り。何それ。それで見逃してほしいのが一つ。それとあんたが他の奴らにあっさり殺されちゃう、こっちが惨めだからな。おお。これからどうするつもりだ。でも桐生一馬が死んでなくて、この人がのうのうと生きてたら殺されちゃうんじゃないの。口封じで逃げられるだけ逃げるだけさ。はっきり言って自信はねえが。そうか。これ以上あんたの得になる情報は持ってね。悪いが俺は消えさせてもらうぞ。忘れ物だ。え、なんだ、何あげんの。ああ、携帯電話ね、もういらないね。ご丁寧にありがとうよ。じゃあな。いやー、桐生さんは悪いことしてないんだけどね。人が良いとこういう風になってしまうんでしょうか。悲しいね、それはそれで。サイドクエストが1個終わりました。